かの対戦では、二十三設計の戦艦は気上の空路に終わり、そして私たちも、ついぞ戦いに参加できなかったが、もっとも、あんな欠陥品の装備で戦に出るなど願い下げだがな。今は同志指揮官のもとで、十分な実力を発揮できればそれでいい。同志指揮官、私を招き入れるとは本気かならばよし 共に立ちはだかるすべての障害を取り除こう。私のやり方でな。どうだ、見たか。同志指揮官はやはりこのタイミングでやってきた。ロシアのやつは信じてなかったが。ソビエツキーソユーズ級の中で抜きんでている戦艦。私であり、私だけだ。少しずつ敵を罠にはめた方が、一気に叩き潰すより面白い。 違うかあたりが落ち着いているな。なあ、何か胸を弾ませるような情報はないか最も少ない対価で最も多くの敵を潰す。これこそが一番愉快なことだ。お前もそう思わないか当ててやろう。お前は私に用があるのではなく、むしろ私の反応を見て楽しもうとしていた。そうだろ 一番見苦しいやり方で自分の勇気を証明したな、同志指揮官。同志指揮官、艦隊運営を小さな任務ごときでつまずかせるでないぞ。よし、上層部の任務さえ片付けば、私たちのやりたいことがやれるな。手紙か面白そうな話なら歓迎するがな。敵に情けをかけすぎたようだな、同志指揮官。 どうし指揮官、賭けでもしないか委託から戻ってきた仲間たちが予定より多く資源を持ってきたかどうか。ってのはどうだより強い火力で敵を追い詰められるぞ。あ <laughs> <laughs> 滅戦力と意志、徹底的にな驚くことはない。自滅願望のある連中の背中を押してやっただけだ。 戦領の一室ってことか。無駄なあがきをするな盤面はまだ我が支配下にありまあいい。お前のことなど知らん。私の邪魔だけはするなよ。同志指揮官賭けでもしないか私の協力があって初めてお前は今の仕事を完遂できる。ってのはどうだおっと。 賭けに負けてもいいから、私に協力を求めてきたのだな。まあいい。ノリでやった賭けごときに、勝ち負けなんかを気にすまい。同志指揮官、私に手伝ってほしいことは何だ艦隊運営と作戦に嫌気がさしたら私に任せな。毎日家宝を聞いてぐっすり寝られるぞ。まあ、責任感の強い私たちの指揮官に限って、 そんなことはまず起きないだろうがな。直球の告白か。うむ。むしろこうしてくれたおかげですっきりとした気持ちになれたぞ。お前と頂きに立って世界を俯瞰するのは、きっといい気分さ。ふふふ。ほう。この指輪で私とお前を結びつけたいというのかなに、信じてやろう。 お前なら私と二人で頂を勝ち取れるのだ。同志指揮官、私をがっかりさせるなよ。ネジは拾ってやるよ